手が9番の新田、そして5番手に4番の松崎となっています。後ろを見ています。6番の柳詰、残り600の鐘、縦1列。さあ後方から一気に9番の新田が上がってくる。6番の柳詰はどうするか。柳詰は一旦この新田のラインを出させるか。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ9番の新田が一気に仕掛けた。2番手は1番の鈴木、3番手には5番の前添に続いている。4番手6番の柳詰です。後ろには2番の谷がいる。さあまくっていけるか。柳詰のまくりが3番手から2番手に一気に迫ってきた。1番の鈴木の横、しかしこれを鈴木がブロックしていく。9番の新田が先頭、4コーナーから直線、新田先頭、追ってくる鈴木、新田粘っている、鈴木追ってくる、並んだゴールイン、わずかに新田か。